将軍のまとめサイトってやつ。記事のまとめ方に悪意がありすぎるんだってば。見てよ、ネガティブな噂が必ず記事の最後に来るように順番を変えてるんだよ。こういう記事の最後のコメントって書き手側が意図しなくても読み手側は記事の結論として受け取るって前にベールが言ってたもん。確かに言われてみればそうかもです。絶対このサイトの管理に私に恨みある人がやってるよ。もしかして身に覚えがあるんですか？そりゃあ、これだけキュートでチャーミングでとっても強い私に嫉妬してる女の子に決まってるよ。もしかしたら私が高嶺の花すぎて近寄りがたいから失脚したところをアプローチしようと考えてる男の人だったりして。いやー、それだから人気者は困るな。理由はどうであれ、この問題はどうにかしなくてはいけませんね。プラネティーヌだけでなく他の国でも同様にゴールドサードと女神様たちの悪い情報ばかり記事にされてますし。質の悪いゴシップ誌みたいね。となるとうかうか外出もできないよね。ってことでプラネティーヌのためにしばらく部屋に引きこもります。どうすればそういった考えに行き着くのでしょうか。まあネプコですし。よーし、コンパ、私の部屋で一緒にゲームしよう。ネプギアが修理してくれた渦巻きマークのゲーム機に対応したゲームソフト見つけてきたんだ。それってゼロ次元に行くきっかけになったあのゲーム機ですか？そうそう、あれ以来ゼロ次元には行けなくなったけどゲーム機としては遊べるみたいなんだ。渦巻きマークのゲーム機でござるか。将軍のブログネタ集めに忍び込んだつもりでござったが、まさか例のゲーム機の在りかまで判明するとは。早速盗み出すか。まずは将軍に報告でござった。ステルマックスよ、ご苦労であった。見つからないとは思ったが、まさか女神が持っていたとはね。在りかさえ分かればあとは奪うのみ。もはや我が手中に収めたも同然だ。ではステマックスよ、例のゲーム機を頼む。よい。おい、こら、なぜ私ではなく忍者なのだ。貴様も知っているだろう、私もそのゲーム機を探しているとな。それは重々承知している。だが愛から分かった今、求められるのは確実さ。しかも場所は教会。失敗は許されないのだ。私が失敗するとでも？もう自分が女神にやられたことを忘れたっちゅか。こっちはオバハンじゃなくてババアっちゅね。ガキに蹴られて捕まった情けないネズミはどこの誰だっただろうな。豊島のオバハンにだけは言われたくないっちゅね。ドブネズミ風情が生意気な口を。双方ともやめるでござる。将軍の御前でござるぞ。空気忍者は黙ってな。空気アフィモージャスよ、貴様がそこまで言うならここはおとなしく空気忍者に譲ってやるよ。ただし失敗したら分かっているだろうね。自分勝手なやつっきょ。夢はステマックスよ、頼んだぞ。はっ、ジョイ。おばはんの信用もすっかりガタ落ちっきゅ。ま、あれだけ失敗すれば当然っきゅね。プラネティウムだけでなくリーンボックスでも失敗したらしいでござるな。ところでワレチュー殿、この度の任務手伝ってほしいことがあるのでござるが。オイラにっちゅか。別にいいっちゅが、そういえばなんでお前はオイラが捕まった時に情報を漏らしたことを話さないっちゅか。マジェコンヌ殿による無作為なゲーム機の窃盗が繰り返されればいずれバレていた情報でござる。たったそれだけのことで仲間の失敗を咎めようとは思わないでござるよ。けどほうれん
戦争は社会人の常識っちゅよ。何かあった時に怒られるのは自分っちゅよ。それなら心配は無用でござるよ。この任務、拙者が必ず成し遂げるでござるからな。皆さん、大変です。緊急事態が発生しました。まさか、どこかで子供たちが？いいえ、違います。再び羽田シティがモンスターに襲われているという情報が入りました。また？大至急、現場に急行してください。イースーさん、住民の皆さんは大丈夫なんですか？わかりません。突然のことに現場も混乱しているようで。なら、早く現場に行こうよ。事件は教会じゃなくて現場で起こってるんだよ。あんた、そのセリフ言いたかっただけでしょ。あ、バレちゃったけど、その意見には賛成だわ。原因が何かもわからないし、早く向かいましょう。リサは無理しなくてもいいよ。モンスター討伐なら私たちに任せて。それじゃあ、アイちゃん、コンパ、急ごう。はいです。リサさん、できないと思ったら大間違いよ。オイラから溢れ出るカリスマと IQ250 の頭脳にかかればモンスターたちにこの町を襲わせるなんて朝飯前っちゅう。 IQ250 ですか。キュッキュッ、コンパちゃんも驚いてるみたいっちゅね。これはオイラへの好感度爆上げっちゅう。きっと私、頭のいい人大好きです。ネズミさん、な展開間違いないっちゅー。ところでアイちゃん、 IQ250 ってどのくらい頭がいいんですか？ズコー。そうね、人間の場合は結構頭がいい部類に入るんだけど、ネズミの場合はその10分の1なんじゃないかしら。なんだです、驚いて損したです。じゃあネズミさんはおバカなんですね。ガーン！コンパちゃんにバカって言われたっちゅう。うわー、見ててかわいそうになるくらい本気でへこんでる。何を今さら、何回捕まっても悪さをやめない時点で筋金入りのバカじゃない。バカバカうるさいっちゅう。お前らの方こそこんな簡単な陽動に引っかかるなんてよっぽどのバカっちゅう。陽動？しまったっちゅう。
へえ、おかしいと思ってたけど、やっぱり狙いがあったのね。ネプコ、コンパ、このネズミを捕まえて吐かせるわよ。みんなで頑張るです。獲物は誰かしら。よっ、逃げ切れるかしら。何しようかな。誰かしら。行くわよ。はい、デーブ。やめるでしょ。どうしようかな。やめるでしょ。やめるでしょ。さて、頑張るっちゅよ。行くでーす。狙おうかしら。行くわよ。タイミングは回せない。次は誰？一辺の悔いなし。ゲーム業界の現状に含む知人もって。やっぱり負ける運命っちゅね。さあ、洗いざらい吐いてもらうわよ。そしてその後は今度こそ警察に突き出してやるんだから。チュッチュッチュッ。そんなことをしているとお前らの大切なゲーム機がどうなっても知らないっちゅよ。ゲーム機？まさか狙いはそれだったの？やっと気づいたっちゅね。オイラの役目はお前らを教会から遠ざけることっちゅ。まんまと引っかかったっちゅね。やばいよアイちゃん、早く教会に戻らなきゃ。さっきから話の内容が見えないんだけど、なんであんたが動揺してるわけ？こいつの話がその通りなら、ネプコがこいつらの探してる渦巻きマークのゲーム機を持ってることになるのよ。持ってることになるんじゃなくて、持ってるんだよ。は？ほら、ずっと前に私が拾ってきてネプギアが修理したやつ、あれがそうなんだってば。バカ、なんでそんな大事なことを今まで黙ってたのよ。だってこの子言い出すタイミングがなくって。アイちゃん、ネプネプを叱っても仕方ないです。早く教会に戻るです。そうね、モンスターもあらかた片付いたみたいだし。けど問題はこいつよね。警察に連れて行くのももったいないし、いっそのことここに埋めちゃう。うわ、アイちゃんが今までにないくらいブラックだ。そりゃ何度も人の行為を裏切られちゃ、さすがの私も怒るわよ。それがコンパのことになるとなおさらだしね。は、はい。別にコンパだけ特別ってわけじゃないのよ。けど早くネズミさんをどうするか決めないとです。ならさっさと埋めましょう。ネプコ、スコップ持ってきて。ぎゅー、生き埋めだけは勘弁っちゅう。コンパちゃん、助けてほしいっちゅ。ごめんなさい、ネズミさん。私、もうネズミさんをかばってあげられないです。そんな、もしかしてオイラが脱走したせいっちゅか。違うです。ゲーム機を盗むためだけにこんなに街をめちゃくちゃにして、たくさんの人に怪我をさせるなんて、そんな人私大嫌いです。ゴー。おお、効果は抜群だ。嫌い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 、コンパちゃんがオイラを嫌い、しかも大嫌い、嫌いより嫌い。思った以上にショックを受けてるわね。嫌い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 。うわー、しまった、逃げられた。
いや、まさにこれが失恋の痛みの速さ。アイちゃん、どうするですか。こうですか。しょうがない、あのネズミは諦めましょう。秘密結社が何を企んでいるかわからない以上、あのゲーム機を渡すわけにはいかないわ。例のゲーム機はあった？どうしよう、アイちゃん、やっぱりなくなってるよ。まったく、あんたが持ってるってことを話してくれれば防げたかもしれないのに。ごめんなさい。ま、過ぎたことを言っても仕方ないわ。まだ遠くに行ってないと思うし、探してみましょう。人物なんて言ったらキリがないでしょうし。あら、あなたたち、こんなところで会うなんて奇遇でしょうね。おお、あなたは確かいつぞやの中古ゲームショップの店員さん。そのシップはお世話になりましたでしょ。おかげであの後盗まれた商品も戻ってきたんでしょ。戻ってこなければ最悪店を閉めていたところでした。それは何よりだよ。こんなものしかないんだけど、お礼にうちの店の割引券をあげるでしょ。おお、しかも6000クレジット以上お買い上げの時に限る 30% 割引券だ。証拠たくましいというか、ちゃっかりしてるというか。けどこれを私たちじゃなくて B 社にあげてくれないかな。泥棒ネズミを捕まえられたのは B 社のおかげなんだ。受け取ってほしいでしょ。フィッシャ様にはまた別のものを用意しましょう。ならこれはありがたくもらっちゃうね。そうだ、ダメ元で聞きたいんだけど、見慣れないゲーム機を持った怪しい人を見かけなかったかしら。見慣れないゲーム機ですよ。それってもしかして白くてオレンジ色の渦巻きマークがついたやつですよ。
そいつの見た目と向かっていた先を教えてくれない？私たちそいつを探してるの。いいですわよ。けど、この私が知らないあのゲーム機は何なんでしょうの？試作品にしてはちょっと古めのデザインで人形入ってたでしょ。それがたまたま拾ったやつだから私も詳しいことはわからないんだ。なら取り戻した後私に見せてくれない？これでも昔はハード鑑定士10の2つ名で呼ばれていたんでしょ。確か中古の話だと、いかにも忍者って感じのロボットがこの先に向かっていったのよね。忍者アイちゃん、もしかしてあいつじゃないかな。ほら、アイちゃんがドジ踏んだ時にマジコンドを助けに来たやつ。だからその言い方やめなさいって。こっちだって好きでドジ踏んだわけじゃないんだから。ごめんけど、あいつが犯人なら見つけるのに好都合だわ。急ぎましょう。